遅かったわね、リサ。いやーごめんごめん、途中で先生に捕まっちゃってさ。今井さん、すごく息切らしてるけど大丈夫ですか？これで全員揃いましたね。行きましょうか。ちょっとごめん、電話出るね。はい、今井です。あれ、店長、どうしたんですか？バイト行けなくなっちゃったんです。私の代わりに入ってもらえませんか？後でお礼するので。あっちゃー、リサ、どうしたの？これから3時間だけシフトに入ってほしいってお願いされちゃった。モカが来れなくなっちゃったみたいで。そう、リサはどうしたいの？いつもお世話になってる店長のお願いだし、モカの代わりなら言ってあげたいけど、でも今日は練習があるからダメだよね。リサが行きたいなら行ってくればいいわ。え、いいの？ミナトさん、いいんですか？もともと今井さんが入っていたシフトではないですし、断ってもいいのでは？練習には集中してもらいたいの。落ち着かないまま練習されても困る。今日練習できなかった分は別の日に2倍やってもらうわ。ユキだ、ありがとう。みんなごめん、今日はバイトに行かせてもらうね。もし早めに上がれたらスタジオ行くからね。そっか、今日リサねいないんだ。今井さんがいない練習って初めてだよね。アルバイトが早めに終わったら来ると言っていましたし、私たちは普段通りに練習しましょう。そうね、リサがいなくてもやることは変わらないわ。私たちもスタジオに向かうわよ。そうですね。はーい。はい。アコがリサ姉の代わりに盛り上げよう。今日はアコがリサ姉の代わりやります。そうだ、リサ姉の真似しよう。ヤッホー、ユキナー、元気？ごめんなさい。行くわよ。あ、ユキナさん、待ってください。練習前からこんなことでは先が思いやられるわね。練習大丈夫かな？